自閉の動画解放群、動画で解放とかめっちゃええやん。なんか僕らに入ってくる流行って、まあ正直大手メディアが金突っ込んだ情報ばっか入ってくるような気がするじゃんね。ただそれってどっちかというと嫌な感じがしん。まあそうだね、自分で選んだ感じじゃないっていうか、踊らされてるというか、それで前話してたアナ雪の女王とかタイタニックがちょっと嫌だみたいな、やっぱしそういう匂いがするじゃん、そういう匂いがするものにちょっと嫌だみたいな、僕もそう思ってて、やっぱし自分で選んだ情報とか友達から聞いた情報っていうのはなんかメディアからの情報はじゃないと思い込んでたじゃんね。でも実際その友達が仕入れた情報がメディアからの情報だから単になんか薄められてたのかなってそう感じたじゃんね。最近ある飲食店で「寄生獣」って漫画あるじゃん、あれが置いてあったじゃんね。それどうして今更そんなものが置いてあるって思ったじゃんね。あんな漫画って知らんけど結構10年以上前じゃない、流行ったの。だからなんでそんなのが置いてあるのかな、懐かしいなと思って読んでた時に、あ、これ映画化されるんだよって、そういう話を聞いて、その時はなんか口コミ情報みたいな、そんな感じで思ったんだけど、実際はその人が多分テレビかなんかかけてて、映画情報かなんかで仕入れたと思うじゃんね。そうだね。だからなんか僕らの口に入ってくる情報ってなんかそんなんばっかなのかなって。まあでもこうやって道を走ってて、ふと普段通らない道を入ってる時に偶然見つけたお店とか、そういうのは別にどっかから宣伝がされてたわけでもないし。それ話で聞いたことあるわ。なんかここまでネットとか普及してて、今なんかスマホとかキーボードを使えば簡単に探せるような時代でも、世界のバックパッカーとかっているじゃん。バックパック一つで世界を回るみたいな、お金出して、なんか今の時代からするとなんかちょっと逆行してるような気がするけど、実はそうしないと自分の情報なんか手に入らないのかなって、僕はやったことないけどね、バックパッカーなんて。でもバックパッカーも大げさすぎるけど、なんか車でそこら辺走ってるだけでもちょっとしたそういう気分は味わえるかもしれない、なんか面白い店があったら入るみたいな。確かに今から行こうと言った店もそれで見つけたんだよね。あ、こんなとこにこんな店ある、って感じで見つけた、この間広告入ってたとか、そういうのかもしれないけどここも正直交通の便いいところじゃないけど車いっぱいだよね。ちょっと動画のネタっぽいものが見つかったけど。何があった？まあトークだけど。トーク。回ってるなんか話だよ。じゃあええやん。自閉の動画解放群チャンネル登録よろしくお願いします。自閉の動画解放群登録お願いします。お願いします。ゆるキャラグランプリの投票もお願いします。小木ラッタです。小木ラッタ。はい。